巨南町は千葉県の南部に位置し、安房郡に属する町、南房総地域観光圏の観光都市。海岸部は南房総国定公園に指定されている。日本三大水線群生地、ノコギリ山から望む巨南町千葉県の房総半島南西部、千葉市から約60キロメートル、東京区部から60の70キロメートル圏内の位置にある。なお、 東京都や神奈川県からは、東京湾、アクアラインを利用した場合が、最短の移動距離となる。都市雇用県における、立山都市圏に含まれており、立山市への通勤率は10.4%。東京湾岸に面しており、内陸の山間部は、暴走給料を抱え、北端の富津市との境に、のこぎり山がある。南端には、浦賀水道に突き出た西ヶ崎がある。 海岸線は、起伏に富んでおり、安田、勝山などの漁港がある。また勝山沖には、浮島などの島、岩礁も多い。源頼朝上陸地の石踏み1180年、石橋山の戦いに敗れた、源頼朝は、箱根辺島にかくまわれた後、現在の神奈川県足柄下郡真鶴町から出港。安房国平北郡行島に到着。 ここから再起を図った。騎士改正の地として、頼朝上陸の石踏みが、現在流島海岸に混流され、同地は千葉県の史跡に指定されている。最初に頼朝の元に参じた、安在経益は安防国の住人で、幼少時の頼朝に仕えていた。第五新兵貞明により、関東発の商業捕鯨が行われた。下記に浮島付近を回遊していた。 土クを捕獲していた。巨南町の安田は、浮世絵師菱川諸信の出身地としても知られる。菱川家は、諸信の父吉左衛門の代から安田に移り住んだが、諸信は後に、江戸に移り浮世絵師として活躍した。諸信の死後、その子孫は安田に戻り、荒野となっている。風光明媚な安田海岸は、明治時代に、夏目漱石なども訪れた。 冒汁海水浴発祥地であり、小林一佐、徳富呂か、和歌山牧水、志子文徳らが愛した文化人の里でもあった。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると10.37%減の8022人であり、千葉県下54市町村の中で最も減少率が高い。調整県勢国勢農業化機栽培と落農が、 盛んである。日本産大水泉生産地。某州の花づくりは、安政年間に、巨南町元名地区に咲く日本水泉が、元名の花と呼ばれて、船で江戸に運ばれたのが、始まりと言われている。また、南房総は、食用なばなの出荷日本一でもある。漁業沿岸漁業や、養殖漁業が盛んである。2019年の台風15号では、 多大な被害を受けた。第2種魚港第1種魚港工業 B&G 海洋センター二次医療圏としては、安房医療圏である。3次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを、記載する。安房勝山駅中心となる駅、安房勝山駅巨南町営巡環バス、ふっ山道路道の駅安田小学校源、頼朝が、 龍島海岸に上陸し、再起を図ったという歴史的事実にちなみ、河津桜に、頼朝桜との相性をつけ、住民相互の親睦を深めるための植栽事業を行っている。自社百尺観論自然、高月水泉ロード海水浴場、安田海水浴場博物勧告、県指定文化財一覧。ありがとうございます。